力テストをしたいと思います。やだ、学歴どうなの？学歴はい、現役高校生です。中学レベルなんで、あ、陰性分解とか死ぬかも。どういうこと？怖いこの感じ。ルナの感じが。カメさんだけができなかったですね。前回だね。ジャネ姉さん、晴れの日とてもたくさんの月日。月日。放題始めました。さあ、今回ですね、微妙な人数。すごいたくさん声かけて微妙な人数が集まりましたんで、わーい、はい、わーい、はい、それぞれ誰が来たのかですね。まあこっちはそうですね、出たことあるから言ってください。はい、アイドル失格ルーです。はい、アイドル失格のシャメさんです。はい、アイドル失格のエンジテアです。いきなり失格の人たちごめんなさい。アイドルなりきれてないミラクル北条の田中ルナです。もうちょっとテロップ打つのがわからない、ね、ミラクル北条のルナです、ね、何ミラクルフォーゼです。フォーズ、フォーゼ、フォーゼ、あ、メタモルフォーゼみたいなフォーゼってことね。アイドルなりきれてないミラクルフォーゼのハリーです。あ、同じグループだった、はい、2つのグループに集まっていただきまして、じゃ今回は学力テストをしたいと思います。やだーやったーとやだーで分かれた。まあ一応ね、あれ学歴どうなの？学歴、学歴、はい、大学4年間行きました。あ、大学4年間行ってます。そして現役高校生です。そうだ、一番勉強できる。いや、確かに。あ、そうだ、デジハリの人だ。演じては編入デジハリ。幼児教育学科の短大卒業しました。あ、そうだ、高校はいいとこ行ってたんだけど。高校は高校です。はい、受験してたのに、はい、一応法政まではね、受かってますけど。言ってるんですか、大学は？あ、言ってます。どこ行ってたんですか？兵庫県立大学。微妙じゃねえか。そうそうそう。あ、でも私愛知県立大学でした。え、ちょっと微妙じゃないですか。そう、微妙ですね。気まずいやつですよね。頭めっちゃ良くもないみたいな。なるほど、じゃあできるってことですね、皆さん勉強。早速やってみましょう。じゃあ基本は女性語でしょ、国語、数学、やばい、英語、社会となっておりますので、5科目4ですね。何で理解いませんので、はい、中学生、一応中学レベルなんで、あ、ちょっと筆記用具すら持ってないですよね、みんなね。はい、無理だ、誰も何もないとか。え、演じてあるよ。演じてあるでしょ、5本も持ってないよ、さすがに。で、あのモネの泉のペン、マネとかモネとかね、ルノアール、印象派ですね。あ、そう、カチャカチャ気をつけてくださいね。すごい、すごい入ってね。あったー、すごい、4本あるのすごくないですか。これが教育系では、やってみてください、どうぞ。何これ、こえー、え、漢字知らねー。黒惜しいとか言わなくない？いや、もう書かないからさ、漢字。因数分解とか死ぬかも。どういうこと？喋らないほら、話しかけないで。これ、ゼロになればいいんだっけ、因数分解。しゃべっちゃダメだ。やばい、ダメだ。イエイ。じゃあ、はい、どっちから順位聞きたいですか？真ん中あたりですか？真ん中から。真ん中は第3。どれが簡単、どれが難しかった？算数。算数、数学なんだけど。数学なんだけど、まだやりやすかった。得意？え、わかんない、得意かわからないけど、あ、やったことあるって。多分これじゃない。3位はハリーですね。おー、え、待って、ハリー3位なの？3位で32点です。100点中100ですよ、100点中100ですよ、100に計算しましたが、ハリー32点で3位です。上は、2位はルーです。おー、ルーで50点です。最悪、ルーで50点で、50点で2位って。だから一番は演じてやる。イエイ、おエンジテアが62点ですね。まあ、エンジテアは因数分解の後までやっちゃったんでね。え、因数分解やってたらなんて言う？因数分解だけだったら当然4が2個足されるから8点で70点です。やったー、70点だ。その意味が分かんないんで、ドベですけど、ね、このシャメさん、ルナさんですが、2点差です。漢字1問差ですね。漢字1問しかってないよ。4位がシャメさん。無理なんで、な感じ。シャメさん28点で、ルナが26点。やばい、当たって。
さあ、漢字、漢字、最初の漢字、はい、なんて読ますか、これ演じて、はい、起伏、はい、そうですね、起伏、ルナさんの答え、地上なるほどね状況の地上とは読まないでください。それ次が、はい、なんて言いますか、これ2つに分かれてます。免れるですね、ドベ2人が逃れるここで分かるわけね。読めるよ。いや、分かってます。逃れるってなるだろうなと思って。あ、わざとなんだ、はい、そうで、次はそうですね、凹凸、はい、大丈夫ですね。すごい、意外とこっちはできたっていうね。こっちの狙う答え分かりますか、ちなみに。デコボコ。そうですね。いや、最初からそうと思ったよ。さすが。次が、大概。まあ、せっかくここがあるから、じゃあ演じて、書いてもらえないですか。じゃあ書いてください。出席、出席。いいえ、いいえ。出席。はい。そうですね、これが大概、大概ですね。基準が、はい、ルーの大概、やばいですね。性格が現れてる。体の外のことならもうルーは大丈夫。赤はね、まあまあまあ、シャメさん惜しかったんですよね。惜しい。手変になっちゃってるんでね。どっちかなって。ルナの答えは、はい、大概みたいなね。大概、大概。続いて、埼玉です。はい。埼の国、埼玉ですよ。はい。ちゃんとかけておりますね。はい、埼玉で、できなかったのがルナの怖いこの感じ。ルナの感じがすごいことになってますね。はい、これはどういう手話の国すごい感じになってますね。はい、田舎じゃなさそう。これ埼玉のね、人じゃないとなかなか書けないってことは、まあ関東じゃない人はね、間違いやすいですね。関東じゃないんですよね。あ、そうなんですね。はい、関東だ、土産区だから。はい、わかんない。あ、土産区なんですね。土産区なんです。何と参考って。それで次ですね、はい、娯楽ですね、はい、娯楽のない生活、もはやハリーは自分で罰を送ってるぐらい極楽って書いてあるのに。あ、続いてことさらは演じてはもう間違ってますね。今更って書いてます、演じてルーは何、あらかじめあらかじめって書いてあるし、なんか当て字で読むかなと。ハリーかっこいい、なんか異なるサラかっこいい、ことサラ、確かに、はい、ことサラのことは特殊の種なんです。あーあー、ですね、はい、楽譜です。はい、だからアイドルっていうので、あ、楽譜だったら書けるだろうなと思って、踊り手だからな、はい、踊り手、はい、ハリーの答えがすごい、ハリーの惜しい、ね、俺どう、惜しいとかでどうなったのかな、サイコパスが言うに音に言うですね。ここまで来たら出てきた。めっちゃ言う。そしてルナもやっぱすごいですね。学袋とか言う、はい、学袋とか言う、なんか似てるやん。でも、はい、最後苦労しいですね、はい、なんか歌詞とかよく出てくるよね、はい、苦労しい。シャメさんは愛苦しいって書いてある。愛苦しい、愛苦しい、分かる分かる、ヤンキーの読み方みたいな。まあ、ルナはね、やっぱりね、いや、惜しかった、マジ惜しかった。知ってた、この感じは。 T シャツがこれだもん。 T シャツがこれ、グループの T シャツ乗ってるのにダメ。ミラクルの、クルがクルーの話、だから書いたつもりが、ちょっとこれだっけ。え、どういうこと、ミラクルではメンバーってことですか。ミラクルって書いて、ミラキョウって呼ぶんですよ、その人たちのこと。ファンの名前がミラキョウなんです。いいな、皆さんファンのことなんか思ってないってことですよ、これは。あ、かけてない。ミラハンだと思ってることですよ。ミラハンだと思って。間違いではないですよね。ちょっと似てるさ。じゃあ数学に行きます。数学どうしよう、演じては間違ってるしな。いや、間違ってないよ。全部できたのはルーですね。だから、あ、でもルーかけますか、ちゃんと。はい、じゃあやってもらいましょう、ルーさん。はい、そうですね、はい、因数分解できましたか。できなかったのはハリー、すごいことですよね。 X でくくっただけX でくくってどかしただけ、すごいことになってる、これ。シャメさん、さらにもっと分かんないですね。シャメさん、2でくくったらマイナスが出てきちゃってる。どうやって、事情どこ行っちゃったんですか。前に2を置いたから。前に2置けば事情ができる。やばい、怖い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 、続いて X 事情マイナス16ですね。はい、はい、これ別です。はい、はい、まあそうですね、 X プラス 4、 X マイナス4って書く人の方が多いと思うけど、はい、はい、まあまあまあ、いや、惜しくね。ルナの答えは惜しい、惜しい、ね、なんて間違えたの。あ、丸しちゃってる。あ、これルナ、ルナ、じゃあ今度は展開しますね。はい、 X プラス1、 X プラス3ですね。はい、はい、 X プラス3です。はい、
シャメさんだけができなかったですね。展開って何ね。展開。X に例えば2入れてみてくださいよ。成り立たなきゃいけないぞ。3×5 じゃないですか。そしたら答えは。あ、カッコってかかけるってこと。そう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 。だから 3×5 は。3×5、15。15ですね。じゃあ。答え15。違う違う、そういうことじゃなくて、それとシャメさんの書いた答え同じになってなきゃいけないってことですよ。シャメさんの書いた答えに2入れたらどうなります？23が6+3、9になっちゃうと全然違います。そう、全く違う、成り立ってないってことですよ。同じになってなきゃいけないんで、そういう問題か。そう、次 3x+5y で 3x-5y ですね、うん、はい、これが 25y の2乗。はい、はい、え、プラスじゃないです、マイナスです。あ、でも間違ってるくね。え、ほら、間違ってるじゃん。マリケツが一番間違い多くね。まあ、よく採点ミスして怒られてたけど、はい、ルーさんちゃんとしてくださいよ、こんな。こんな問題も間違えたの。逆に合ってる人いないの？他結構合ってますよ。え、すごい。シャメさんはもうもはや分かんないです。どうして、ど、何がどうなってこんなのに 3x+5y が2個みたいな意味が違うよ。あ、なるほど、ね、確かに。頭良さそうじゃない？良さそうじゃない。はい、ということでした。はい、これが数学ですね。いや、さすがにこれくらいは私でも数学受験もしてますし。英語ですね。やべー、ちょっと難しいよね。まあ皆さんボロボロでございましたけど、はい、まず最初がフランク、Close the door of the kitchen ですね。キッチン、はい、キッチンですね。ルラの答えすごいことになってますね。ファンクですから、ファンク、ファンク、鳥小屋の扉を閉めてくれっつって、鳥小屋になっちゃうキッチンが、はい、チキンだと思ったんでしょうね。もちろん問題を作った私はチキンと間違えるタクレルだろう。ちょっとハマったのうちだけやね。で、次は Jane has been in San Francisco for many years ですね。はい、ジェーンはっていうやつなんですが、え、まさか誰も会ってないじゃんこれ。え、どういう意味ですかこれだって。ジェーンは、ジェーンは長年サンフランシスコにいますですね。わー、many years ですよ、数年じゃないですよ。うわー、やべえ、んな、数年とか書いちゃってますね。毎年じゃないです、毎年いますけど、ずっといるのに。え、じゃあ many years ってなんていうか、そのたくさんの年数、長年って言ったじゃない。年、はい、だから数年間とかね、住んでいましたとかにしてもダメですよ。今いるんですから、まだ。で、ジャンって誰ですか、ルー。ジャンは誰ですか。ルナ誰ですか、もっと。ジャネ、ジャネ、ジャネ姉さんって誰ですか。ジャネ姉さん、晴れの日とてもたくさんの月日ってどういうことですか。月日、え、なんかサンだし、うん、月日ね、月日。あ、月日ね、月日、め、め、月くらい感じで書く。え、月日。サンフランシスコのサンを姉さんにしたのか、これ。ジャネ姉さん、あ、サンが晴れ、太陽、SUN の方です、ね、やばい。え、でも B 同士なくて焦った。いや、もう B 同士あるでしょ。え、B 同士、ビーン、B 同士ですけど、これ。さあ、で、次はちょっとレベル上がりますね。Those who are 5 years older eligible って難しい、ちょっと高校レベル、これだけ入ってますね。 Eligible to join the kindergarten class。 誰も会ってない。誰も会ってないですね。Those who are 5 years old って、これから5歳の子たちとかって言えばいいんですけど、は、be eligible to ですね、こうする権利がある、だからこれができるとか資格があるわってますよ、それはいいんですけど。そうなると、kindergarten も大事ですね。kindergarten 幼稚園、幼稚園です、うん、幼稚園の授業に、そうですね、クラスに参加できますってことですけど、まずエンジニア、kindergarten 知らなかったですね。はい、庭遊びの授業。庭遊びの授業ってどんな授業ですか。なんかガーデニングみたいな話かと思いました。あー、なるほどね。で、ルーはね、5歳以上とは書いてないですからね。何、50歳でもいいわけじゃん、幼稚園のクラスに。以上っつったらそれより上になっちゃうんですね。ハリーはね、年長クラスってやっちゃったよね。楽しい、頭良さそう。知ってたの、ハリーは。知らなくてもやっぱ想像できるんですね。シャメさんは菜園教室。いや、ほら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 、菜園教室は5歳から誰も参加できますかって、なんで質問したの。書いてあるから。あー、フーだから質問したんですね。はい、なるほど、だからルナもそうなってるわけですね。はい、エリートクラス5歳からそれは誰。さて、次が和文英訳か、やっぱり難しかったですね。私はフランスに行ったことがありません。あ、演じて合ってましたね。やったー。 I've never been to France。 やったー。ハリーはもうなんかそれ、 I didn't have been to go to France でもうどう失敗。どう失敗。Go to の行くの単語がいっぱいですね。あとはそうですね、まあ、シャメさんは I don't go to France なんで、フランス行きません。嫌い。合ってるやん。
まあまあまあほぼほぼルナは同じですけどね。I don't go to in France っていうね、はい、フランスカタカナだし。はい。再三と思考が似てるね。やっぱそういうね人たちが髪染めるんですよ。次です。おばさんは買い物に行くためにその電車に乗りました。エンジテアは合ってましたね。やった。My aunt got on the train to go shopping。まあ、got on でもいいし、まあ、took でもいいですよね。ちょっとルー、英語ちょっとね、うちの英語の授業の編集して、これだから英語よく間違えるんですよ。テラップでいつも英語間違ってますけど、はい、見てください。My aunt gets to the train。電車に着いただし、時勢もめちゃくちゃだし、なんかハリーはだって put on train ね、ちょっと強そう。しかもドーラだし、娘になっちゃったし、put on train とか電車が起きるみたいになっちゃうんですけど、シャメさんはこれ read 使っちゃうので、ride って言いたかったんでしょうね、多分ね。で、グランドマザーおばあさんになっちゃった。おばあさん。おばあさんですこれ。ですね、read 奪うですね、はい。ride の過去形は road ですけどね。ルナはもうサイコパスの答えです、ね、やばいですね。ババーって書いてください。分からん、英語のこれしか出てこなかったおばさんの。ババー is been to train to go shopping。 すごいな、すごいな。お次が、もし明日雨が降ったら私は家にいます。まあこれはルナは分からなくもないけどね。 If it is rainy。え、違うのこれ。レイニーでしょうね、レイニー。すごい。I'm stay home はちょっとね、動詞が2個並んじゃってるからなっていう感じですね。はい。難しいね。あ、エンジニアが欲しかったですね。I will be in my house if it rains ですね、S が。ダーン、はい、他、で、シャメさんは If tomorrow is rain。 まあこれが日本語ですよね。明日イコール雨。I get on my house。 家に乗る。かわいい。さあ最後はですね、社会でございます、はい、まず最初、はい、日本の最南端の島の名前は沖ノ鳥島ですね。はい、タイもやばい答えですよね。沖縄っていうか、まあまあまあ、合ってる、大体そう、合ってはないですよ、まあね、日本で一番長いのはこれどこ、信濃川ですね。信濃川以外、信濃川、まあちょっとハリー、利根川か、利根川で、ルナがすごいね、ルナが長州ですね、長い川を。え、なんかなんか長江みたいな。あ、長江、中国。え、違うじゃん、長江は中国。あ、本当、ちょっと待って、書いてる、書いてる、同じ頭ですね。はい、続いて6世紀隋に小野の妹らを派遣した使節団、遣隋使あってますね。シャメさんだけぶっ飛んでますね。ウクライナ、モンゴル出てきちゃった。はい、オブナー信長の家臣で1590年に天下統一を果たした人物は誰ですか。はい、豊臣秀吉ですね。え、明智光秀は、明智光秀は違うでしょ、裏切ってと言われてるんですね、本能寺の変で。殺したが分かるよ。え、でも3日間くらい天下取ったんじゃないの。取ってないです、ダメです。じゃあ嘘ってことは、あの3日天下みたいな。しかもだって天下を統一した人物は誰かで、普通明智光秀を書く人いないですから。いる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 、ルナ書いてる。2人本能寺の変で殺されたから。それで一番になってると思ってた。違うわ、信長が死んでたら、それじゃあ信長が統一してるじゃん。え、してない、信長はしてません。え、で次ですね、1882年三国同盟。三国同盟は日本史でも出てくるでしょう。出てくるね、けど分かんない。三国同盟でも全然合ってないですね。もうこれでもね、世界史の先生に見せてめっちゃ笑うと思う。いつこいつら組んだんだよっていう回答が。ルナだとほら、アメリカ、米、ドイツ、イギリス、決してインドって書いてるしね。シャメさんなんかアメリカ、ロシア、日本で絶対組まない、絶対組まない組み合わせでしょ。もう仲悪い人目白押しで書いてる感じがしますね。ルーム、ロシア、中国、フランス、あなた歴史何を勉強してきた。何を勉強してきたんです。答えはドイツ、オーストリア、イタリアですね。次が国民の代表機関、国権の最高機関で、国の唯一の立法機関を何というか。もうルーのことは意味が分かる。明治時代の多分唯一の立法機関か。かっこよ。ハリーもぶっ飛んでるね、答えがね、やっぱね。ハリー、日本って書いてる。確かに国民の代表、いや立法機関日本。すごいな、はい、そしてルーナの答えもすごいですよね。
国民主権憲法 の, あの最初のところのやつですね。いやめっちゃ簡単なんですけど、合ってたのが演じてやだけっていう、国会です、当たり前です、国会ですよ、惜しい内閣、まあ、内閣惜しいんで、シャンさんはね、はい、行政ですね、それはね。はい、続いて物価が上がり通貨の価値が下がる現象を何というでしょう。インフレですね、インフレです。はい、言うじゃん、物価が上がっててインフレだインフレだって今言ってますね。なのに給料が上がらないよって、スタグフレーションみたいな、そう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 、スタグフレーションって言ってますね。いや、あら、やっぱりデフレーションとかね書いちゃってる人いますね。はい、デフレは物価が下がるんですよ。あ、やっぱルナはね、はい、不景気なるほど。いや、やっぱりなかなかアイドルっていう仕事はきついですね。低賃金なわけだということでした。はい、あ、宣伝しておかなくていいですか。ミラクルフォーゼは Twitter と Instagram と YouTube も始めるので登録してください。お願いします。個人も、あ、個人ね、個人もインスタ、ツイッター、TikTok、YouTube もあるので、ぜひチャンネル登録とフォローお願いします。こっちはなしということで。ありました、ありました、ありました。各種 SNS と、あと前にも邪魔させてもらってるんで。何回か出てるんで。何回か出てるんで。いい加減フォローしてください。はい、ご視聴した。はい、じゃあ皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。勉強しましょう。カメラが OK。